はい、というわけでね、無事に準決勝を投げました。今までの中で比較的長い方じゃないですかね。これま2パートとか言ってんのかな。賢者使っても強いな、ありがとう。匠だなー。やべ、ドキドキし、しっかりした、僕。これさ、大会の時のさ、独特な緊張感ってあるよね。そうそうそう、本当にこれ、あのね、割かしガチでこの人、こういうタイプの人いたからな、大会でな。うん。俺？うん。うん。さあ、匠の3回戦。ここに勝たないと、一回やり直しというね、悲しい目に遭います。あー、イホイミと、あー、でもまあ。全体的に炎の通りが良さそうなんで、まだな、ワンチャンスあるよ。さあ、当てれるか？運試し！おーいね。か？そもそも、アダムか？トモ食い。トモ食いいった。いけー！よっしゃー！俺の勝ちだー！おっさんが、おっさんの大突撃。ちょっと待って。いやー、どんな事故があってもおかしくねえな。ドラゴンの激しい炎の打点がものすごいことになってるんで、そこの打点でどうなるか、あと、つばぜり合い次第ですよね。敵の、75か、やっぱ。やっぱ75か。いやー、怖いな、これ。お互い打撃には比較的強いパーティーですね。軍隊外シールドがプロトキラー、ドラゴン。まあ、全員打撃に強い方なんで、おっと、ここでドラゴンがね、いきなり激しい炎を吐き出していく。まあね、炎弱点2匹いるんで、オッケーオッケーオッケー。やっぱ炎弱点はやばいね。いや、どっちも怖いな、こいつの技は。バブルボムもやばいし、ひっくり返すもやばい。かからないのが一番いいからね。まあ、状態上かかってないのはラッキーよ。シールドクラッシュ。まあ、シールドクラッシュはね、ちょっと怖いけど、大丈夫でしょ。まあ、弱いわ。うん。オッケーオッケー。さあ、メンタルコマンドでね、1体当てていきたい。1体当てないと後取れない。誰が当たった？あ、いいね！それはめっちゃいい！主人公を止めるのはでけえぞ、マジで。さあ、続け。ここでフールブレイクいきます。キャタルコほぼ通らないんで、これしかないです。いくぞ !1、2の、3、3、はい、よいしょ、はい、よいしょ、ナイス、耐性無視はやべ。オッケー。ここで止まんのはラッキーだな。割かしガチでいいぞ。これだと思うな。メンタルコマンドでとりあえずかかるやつは、かからん感じではないから、なんだったっけ？なんだったっけ使うの。はぁ、またかよまたかよ。これ、多分俺言ったんだろうな。俺多分ね、過去の戦いでも俺言ったら、また瞑想かよみたいな。メンタルコマンドを通らなくなりますね。まあ、しゃあない。さあ、フールブレイクでね。はい。1、2の3。はい、ナイス。いいよ。一番避けないのがシールドウォーカーだからね。あ、イホイミか。イホイミは、光爆発。え、でも大丈夫でしょ、パッと見。あ、全然大丈夫だよ。あ、全然大丈夫。球種の杖のさ、方が怖いね。あと主人公は今これバブルボムとかで寝て、つばぜれができないっていうパターンが一番怖いんで、ちょっと怖いね。それは怖いな。あ、大丈夫やった。おーしよ。これ瞑想でダメです。まあ、しゃあないね。これはしゃあない。これ3回戦同じことしたんだろうな、俺のことだから。まあ、しゃあない。どうにしろ通らなかったと思うよ、多分。今のどうしよう通らなかったと思うよ、見てたけど。軍隊が抜けたし、主人公ガードだし。ああ。いやー、賢者そこそこ書いてあるけど、避けてほしいんだけどね。これで2体当てれば、まあ、上場かな。つばぜり次しまーす。オッケー、ナイス！オッケー。いきます。つばぜりするしかない状況なんで、これはもう。するしかない状況です。あー、もうちょっと早かったなー。まあでも悪くない、いきます。よし、連打だけは強いからね。2秒式からね、8秒式に変えたんですけど、成功率がここでね、アドなのは主人公を止めてしまうこと。全然やね。あ、全然ですわ。でも大丈夫。さすがにこれは仕留めたべ。次のターン、光の玉でいけると思う。まあ、状態上の当たり具合にもよるんですけど、向こうの吸収の杖の成功率とかの事故も考えて、次のターン、光の玉で、まあ、勝ちでしょう。オッケー。ここ突破できるって考えるとでかいな。よほど変な事故がない限り、大体1000強残して多分、次のターン行くんで、よほど変なことがない限り、線は削れないです。光の玉行きまーす。あ、ここなんだ。まだ、このデータでは。光の玉使って、うん、勝ちだ。
勝った、ほぼ勝ったと見ていい。このね、打撃耐性硬いパーティーはね、こういうとこが魅力ですよね。耐える剣じゃね。さあ、誰か1体2体攻撃当てるだけでもう勇気が溜まる。フールブレイクすんかい。はい、1、2の3、ドーン、ドーン、ドーン。まあいいですよね。大丈夫ドラゴン、お前これで大丈夫、かわされたとしても勇気溜まるからね。大丈夫、かわされても勇気溜まるから。なんかもうみんな、いや、かわしても勇気溜まるから、ほらね。かわしたところで勇気溜まりますから勝ちです。何があろうか勝ちなんですよ、もう。あー、なんかここ当てたの。ここ当てるんだね、君は。まあ、勝った、勝った、勝った。あ、もう勝った、勝った、勝った。もう、急瞬勢、今やろうが無駄よ。何、今何しても無駄。ここで何、は、いいよ。あげるよ。あれ？ドヤ顔でミスらないの。ひっくり返す？あ、まあ、痛恨出ても400弱。痛恨出ても400弱です。大丈夫。117。すいません、痛恨出てもね、400強です。余裕です。何だったんだ。2回戦のパーティーは強かったぞ。お前よく3回戦まで上がってこれだな。いや、悪くないんだけど、チーム的によく考えたら。悪くはないチームなんだけどね。ちょっと失礼しますよ、ダダトームの勇者ゴザツさん。ちょっと待ってよ、なんで現場に来た勇者。ご出座しないでよ、ダダトームの勇者急にこんなところに。さあね、準決勝無事に決勝だけになりましたね。大丈夫でしょう。あはは。つばぜに失敗しちゃった。本当だね。いや、でも大会でそういう人本当にいるから。緊張で上がり症の人もいるからさ。で、うまくさ、勇気が回収できないとかね。あるある。そういうのあるよ。だからね、意外とこの話題触れられなかったけど、本当にそういう人いるから。シャープいくつで言ってんだ、この話題を。さあ、振動。ね、翼です。対して、なんかね、決勝戦の翼、HP がめちゃくちゃ低かった覚えるんだよな。多分、押し切るのが一番早いんだよね。じゃあ押し切りたいと思います。押し切り萌えの心でいきます。なんだこれ。さあ決勝戦の相手のパーティーは何でしょうか。そうだよね、海流明治キメラのそうだ、バヒャドとか持ってるから、まあ確かにね、攻撃性能は高いよ。ただこいつら相性ないんですよ。え、なにこれ。ああなるほど、すげえなんか呪文パーティーだね。一回負けて、まあ、いくぞ、ほい、いけ、よしよし、辞書までお前たちが、お前たちが勝つんや。魔導書を出して新イオンナッツ、うん、最後のさ、その場の書は何となく敵を倒さない、新イオンナッツ。やった。まあ相手としてはちょっと弱点取られる、打点が多いんですけど、いや、ゴロツキとかもう完全に打点取られるためのキャラみたいなもんですけど、てかバヒャドレ、ベリアンも打点取られるんですけど、まあね、ちょっと殴り合いしたいと思います。まあ、パッと見ね、こうして見ると、カイリュウのヘダロクは明治キメラのデイン、敵のバヒャドレとね、打点がめちゃくちゃ取られるんですけど、まあ、ね、それでもいいかなって、もう。こっちの攻撃もそこそこ打点があるんですよ。このね、この3つ、そこそここちらも打点が取れるんで、まあ、ちょっとね、対戦弱点取りつつね、はい、殴り合いしたいと思います。さあ、向こう賢者何レベだ ?75 か。降臨弾丸はラッキーですね。それはめちゃくちゃラッキーよ。まあ、ベリアルか食らうけど。分かってた子だったわ。だから、ヒャダルコとかで、ね、めっちゃ打点取れる。バヒャドヒャダルコは打点取られると思うよ。あ、いった結構食らうな。さあ、こっちも打点返していこう。口封じ行くぜ。二つの意味でも口封じ。よく当てたね。いいよ。さあ、ここでね、行くぜ。右手にメラ。左手にシャドウ行くぜー。はーい、強いねー。氷効かないけど炎に弱点取ってるから結局のところみたいな感じだからね。氷結の杖。まあ、打点取られるわ。ベリアルとかもやたら打点取られるわ。うわ、よし、行くぞ、スーパーいません。恐るべき爆発呪文の二重層、イオナスン、いけ連泊と。うわ、強いね、打点取ってる、打点取ってる。すごい打点の取り合いだな。いいよいいよ、こういうね、お互い、え、あー、つばじれすんの、お前、お前が仕掛けてくんの、これなんか 前も言った気がすんな。大丈夫、はい、オッケー。もう黄色だったら負けんよ。
よし、基本的には負けないでしょ。連打の方法今までと変わってるけど基本的には負けんて。大丈夫大丈夫。デインか、これか、これはゴロツキが打ち抜かれるぞ。400ぐらい食らうかな。うえ、やっぱり400はやべえな。いけいけいけ、スーパーイノズン行くぞ。いけ、爆発呪文の二重層、あー、よいしょ、行くぜー。おいよー、強い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 、いいよ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 。ヒャダルコね、ヒャダルコ打点取られるね、きついね。その打点はやばいな、ヒャダルコとかいう。うわあなるほどね、カン、あの、カンダツじゃない今こいつのことカンダツって言っちゃった。こいつカンダツやったっけ。おらー、よっしこれは勝ったな。向こうね、使ってくるスペシャルカード分かってる、ギガデインだろ。向こうのスペシャルカード分かってる、ギガデインです。その前にこちらがギガデイン打ちますなんか来たわ、おら行くぜいい殴り合いだった。はーい、というわけで無事に突破することができました。やっぱ2回戦鬼門だな、負けた理由わかる気がするわあの2回戦パーティー強いんだもん。あれ間違ってないあいつ決勝まで来いよやった、賢者も行きましたよ。残りはバトルマスターだけになりましたよ。バトルマスターが残るっていう珍しい展開になっちゃったっすけどね。いやー、王者決定戦王者決定戦さうん、もう早く行きやってなってんだよな。わざわざこっちに戻ってきてるからね。イエーイ。いや、残りバトルマスターか。バトルマスター、まあそんな。うん、バトルマスター俺99だしなーってか。今持ってる持ってる。もう、もう持ってるよ。まあコレクション違いだけども。はーい、じゃあ、次回はバトルマスター決定戦かな。そこら辺でお会いしましょう。お疲れ様でーす。